皆さんどうも、おかみです。今回は山口県の瓦そばを作ります。たっぷりのお湯を沸かし、茶そばを茹でます。万能ネギを小口切りに、大根はおろしておきます。茶そばが茹で上がったら一旦氷水で締めて水を切っておきます。ボウルに卵、砂糖、酒、塩を一つまみ入れ、よく溶いておきます。熱したフライパンに油を薄く敷きます。溶き卵を入れ、薄く伸ばします。火が通ったら裏返して蓋をし、30秒待ってください。焼き上がった卵をカットして錦糸卵を作ります。牛肉を食べやすい大きさにカットします。熱したフライパンに油を敷き、牛肉を炒めます。あらかた火が通ったら、砂糖、酒、みりん、醤油を入れ、汁気がなくなるまで炒めます。次にめんつゆを作ります。鍋に水、醤油、みりん、白だしを入れ、ひと煮立ちさせます。熱したフライパンに油を敷き、茶そばを入れます。油が全体に行き渡るように炒めます。焼き色がついたら裏返して、裏面も同様に焼き色がついたらお皿に盛り付けます。レモンを1枚スライスしたら、錦糸卵、牛肉、万能ネギ、レモン、大根おろし、一味唐辛子をかけて完成です。めんつゆが冷たくなっていたら再度加熱して温めてくださいね。それではいただきます。今日はジャージャー麺を作ります。まず長ネギを白髪ネギにしていきます。長ネギの緑色の部分は、みじん切りにしていきます。きゅうりを千切りにします。しいたけをみじん切りにします。たけのこもみじん切りにします。フライパンにごま油、すりおろしにんにく、豆板醤を入れて火にかけます。いい香りがしてきたら、ひき肉を入れて炒めます。ひき肉にあらかた火が通ったら、たけのこを入れて炒めます。甜麺醤、長ネギのみじん切りを入れ炒めます。辛スープ大さじ3杯、お酒大さじ4杯、砂糖大さじ4、醤油大さじ4ですね。で、沸騰したら椎茸のみじん切りを入れて煮詰めていく。一度火を止めて水溶き片栗粉を入れてください。混ぜながら水溶き片栗粉を全部入れて火をまたつけてください。お湯を沸かしてラーメンを茹でます。ラーメンは茹で上がったら一回氷水で締めてください。そしてくっつかないように少しごま油をなじませてください。で、盛り付けたら完成です。じゃあじゃあね、ちょっと食べてみて。もういい香りがね。いただきます。おいしい。肉の旨味がなんか甘さ控えめにしたい方は甜麺醤減らした方がいい。そうだね、まあ、この後ね、好みによって、ね、醤油足してもいいと思うし、うんうん、そうだね、結構美味しくできた。うん、うまいです。次回の動画もまた見てください。皆さんどうも、おかみです。今日は焼きそばを作ります。材料です。焼きそばの麺2袋と粉のソース。今回はマルちゃんを使います。もやし、ピーマン、人参、玉ねぎ、白菜。白菜は葉の部分だけ使います。芯の部分がある方は芯の部分も使っていただいて大丈夫です。キャベツなどで代用していただいても大丈夫です。醤油、オイスターソース、ごま油、ニンニク、味の素、すでに合わせてあります。材料を切る前に麺を軽くチンしておきます。2人前なので2玉で2分くらいチンします。750ワットで2分チンします。
どうも編集中のおかみです。ピーマンを切るシーンが撮れていませんでした。熱したフライパンに油を敷きます。人参を入れます。人参があらかた炒まったら玉ねぎを入れます。玉ねぎに火が通ったらもやし、もやしがしんなりしてきたら白菜とピーマンを入れます。白菜とピーマンに火が通ったら麺を入れます。麺はあらかじめチンしておくとこのようにほぐれやすいです。粉ソースを入れます。先ほど合わせた調味料を入れます。ソースが全体に絡むまで炒めます。はい、盛り付けます。いただきます。おいしい。まるちゃんの焼きそばってもうそもそもソースがついてて味がはっきりしてる食べ物なんですけど、麺もすごく美味しいし、もうそれだけで完成されてるんですけれども、今回は結構野菜をね多めに使ってるのもあって味が薄まるので、それで醤油とオイスターソースをちょっと足しました。プラスごま油を入れて風味付けしています。これすごい美味しいんで、ぜひ作ってみてほしいです。一番おすすめな焼きそばはまるちゃんなんですけど、次はね島田屋がおすすめですね。オイスターソースを入れると全然違いますよね。あとほんの少しなんですけどおろしニンニクが入ってるんで、うん、それも隠し味になってて美味しいですね。皆さんもぜひ作ってみてください。それじゃあまたね、バイバーイ。